ゲドゲイ、ミオリネの隣に立つのは俺だ。はい、こんにちは、グリードです。 COD とガンダムのコラボレーション第2弾というわけで、水星の魔女よりガンダムエアリアル、ついに登場しましたね。まあ僕は正直初代ガンダムから見始めてて、まあぶっちゃけ宇宙世紀派、宇宙世紀のねガンダム作品が好きなので、まあ水星の魔女はまあちょっとあんまり乗り気ではないんですけど、まあ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 、まあ、第2弾ということで、前回ねシャーザクだったんだけど、今回はガンダムエアリアルというわけで見ていきましょうか。2400ポイントなんて安いんだ。購入。おお、エリーかっこいいな、おい。え、クオリティすごないか、これ。え？前回のシャーザクはね、結構マッシブなデザインでよかったけど。いや、ね、そうだよ。水星の魔女ね。あ、まあもちろんエアリアルはエリーなんですよ。あ、もう何言ってかわかんないと思うけど、まあ女性です。女性です。COD の兵士もね、これ、多分女性のキャラに着せてるような形かな。結構スラッとしてるよね。一緒やん。全く一緒やん、これ。細部の、ねえ、細部マジで一緒。裏は裏、バックパック、バックパック。おお、あ、しかもデカール入ってる。デカールも入ってるし、うわ、細かい。いいっすね。装備していこう。装備。はい。次は、SMG、エアリアルビームライフル。ビームライフル、これだよ、これ。ちょっと、これだよ、これ。ちょっと、これ違う。これ違うよ。これビームライフルじゃない。これ、サンライズさん、アクティビジョンさん、これビームライフルはこれ、これ、これ、わかる？次が、エアリアルリビルド、ビームライフル。これもビームライフル？ビームライフル、これ違う、これ違う。シールド。ついにここで来ました。ガンダムシールド。エアリアルのシールド。ちょっと待って、これ、シールドは、これですよ、皆さん。これ、こっちね。こっちで。あれ、これ、まあ仕方がないのか。エアリアルのシールド COD に出したら、これ、細すぎて多分守れないからな。まあ、しゃあないのか。まあ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 。コーリングカードは、まさかのチュチュなんでこのシーンにした？無限にチュチュが殴っちゃってるよ。これは第4話のね、チュチュが切れて、誰の思いも背負ってねえやつが、邪魔してんじゃねえ、だったから。なんかそんな感じのシーンです。はい。エンブレム、ホルダーマーク。はい、これです。これです。これ胸にちっちゃくて見えないか。やべえ、これ自分もホルダーになれるってことか。これもホルダーのウェポンチャーム。そして次のウェポンチャームも、これは、エリーエリーじゃないか、これは。喋るんかな、これ。喋らないのか、喋らないのかな。デカールはスレッタとミオリネと、ここで来た、キャリバーン。キャリバーンのデカール。これもデカール、ニカとチュッチュ。ニカチュッチュコンビ。キャリバーンのステッカー。うん、ファラクト。ファラクトも来た。エアリアルのデカールはないんだ。そしてここでまさかの、メスガキコンビだ。うおー、なんで、すごいな。なんかもう、ボリュームすごくない？これ。ソフィーとノレア。まあちょっと、このキャラ見ると胸が痛くなってしまう。ローディングスクリーンはこちら。あ、水星の魔女といえばだね。え、これ第1話のラスト。うん。あ、俺も名シーンですね。水星ってお堅いのね。こっちじゃ全然ありよ。のあのシーンですね。はい。名シーンでございます。はい。そして、これはローディングスクリーンのガンダムエアリアルのスキンか。スキンのやつ。まあまあ、こっちでしょ。これアニメだもん。アニメから持ってきてるよね。これにしましょう。はい。やっていきましょう。なんか、やっぱ、ね、女性キャラだから細身だね。はい。まず SMG から見ていきましょう。はい。まあ、ビームライフルと言いますが、まあまあ、これ SM、これ AR だね。MTZ じゃない？これ。お！音が水星だ、これ。水星だ。まあ、こんなマシンガじゃないんだけど、ビームライフルは。音が水星だし、色が、ほら、色が青色だ。これ実戦仕様です。緑色がね、演習仕様で、青色は実戦仕様だったはずだから、これ実戦仕様です。はい。実戦仕様じゃない？それなのにあの威力とは言われない。これ実戦仕様です。まあね、武器自体がね、非常に強い武器だから、これは間違いなく使えると思う。次はビームライフル、DMR、スナイパーライフルですね。お、あ、こっちの方が、まあ、ビームライフルっぽいといえばビームライフルっぽいかな。まあ、見た目は全然、ビームライフルじゃない。全然違う。全然違うんだけど、まあ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 。ちょっとこれ、色を黒色にしたら、ほら、ちょっと、より、ビームライフル
ぽい色だけ。これをビーム、あ、こうして、色変えよう。こっちの方が、うん、ビームライフルっぽいから。あ、でも音がほんと水星だな。はい、シールド。まあ、これはね、ライオットシールドに、まあ、カラーリングしただけなので、こっち視点じゃ何も見えないけど、一応シールドもありますよと。ちょっと三人称視点で見てみようか。じゃじゃん。ちょっと三人称視点にして、ほら、背中にシールドを背負ってきました。ほら、これだったらね、シールド見えるね。まあ、これ今、ボット打ちなんだけど、ほらほら、おーい、いいぞ、これ、音がいい。前回のさ、あの、ザクマシンガンよりも、ぽいぞ、ぽい。かなり水星っぽい。よし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 。え？オーケー。で、シールド、構える。ビットシールドではないので、まあ、これ普通にもう殴ることしかできないんですが、こんなんじゃないんだけど、全然違うんだけど、まあいいや。今回残念ながらエアリアルがね、とどめの一撃フィニッシャーがないので、もう早速ちょっとマルチプレイ行きましょうか。おおおお、アニメそのまま、あ、早い、ロードが。アニメそのまま持ってきている。エアリアルからのスタート。しっかりに、武器には、エディクトちゃんがいますよ。はい、オッケー。ちょっとこのビームライフルね、グレー色にしたビームライフルで、やっていこうか。勝敗はモビルスーツの性能のみで決まらず、いきますよ。いや、まさか1試合目からエアリアルでプレイできるとはな。乙女座の私にはセンチメンタリズムな運命を感じずにはいられない。なんだこれ、なんだこれ、毒ガスか、なんだこれ、見えない。ガンダムには毒ガスなんて効かないはずだが。おっと、後ろ後ろ後ろ。いや、ちょ、あのね、これ武器をね、メイン武器2つ持ってるせいで機動性はね、バカみたいに遅いんですけども。まあ皆さんは普通に、片方だけにした方がいいと思います。さあ、今いたけど一旦スルーで。エリア誰も乗ってないじゃないか。で、来るからフラグ置いといて。 OK、 なんか倒したっぽいぞ。当たらん。リロードして、いや、ここ絶対来るはず。見えるぞ、敵の姿がここに来る。 UAV 展開。まだ終わらんよ、 UAV は。誰もこっちに来ないじゃないか。一人だけこっち側。オッケー。なんか弾込めてない。だってこっち絶対敵来るから、逃げなくては。エリクト、私を導いてくれ。おお、当たらなければどうということはない。前回これ言うの忘れてた。なんという失態。バンシーに値する。こっちから見えるぞ、このビ、いや、このビームライフルの強さ。これですよ、皆さん。これがガンダムエアリアルの力。ガンダムの力。やっぱ普通のバンドルとは違うな。スウォームまで出ちゃう。スウォーム出しちゃう。オッケー。はは、強い。強いぞ。これがガンダムの力なのか。エリアここやん。おっと、くそー、やらかした。弾がなかったが、まあひとまずオービタルまで出したから、あ、アドバンス UAV とスウォームまで出したから、こっちのもんよ。みんなちゃんと後ろ見ないと。あ、やべ、後ろにも目をつけるんだ。ちょっと興奮でエイムが普通に悪い。おい、ふざけるなよ。86対2だと。普通この試合、まあ普通だったらこういう試合は動画にしないが、今日は関係ない。これはガンダムの力のおかげだからな。ちょっともしもし、ドローン戦争か、これが本当の。うちのドローンがちょっとあまりにポンコツすぎるんだが、こういうもんなのか。ドゲドゲイ、ミオリネの隣に立つのは俺だ。あ、いる、ナイス。まだ来るぞ。わかる。僕にはわかる。いや、いいね。これ、ガンダムの ビームライフルも、なんかスナイパーとかにしてくれたらよかったのにな。なんかスナイパーじゃなさそうなんだよね。OK。OK。おお！いや、クリアか。ナイス。153対2だと。いいのか、これ動画にして。大丈夫か。私がそう判断した。
これがビームライフルの力、アドバンスト指2個目強すぎる。ビームライフルが強すぎる。おー、スオーム来たー、2個目来たー、落ちろカトンボ。すごいすごいすごい、止まらない止まらない、まだ終わらない、ここからが地獄だぞ。敵の方ね、よし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 、このままパーフェクトゲームで終わらせてやるぜ。なあ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 、指4ライン、まだ終わらないよ。さらにここです、パーメットスコアを上げる。うおー、いけー、まだ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 、おら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 、くそ、よし来る、薬打って、まあ、いや強い、これヘッショ入れたらもうビームライフルやん、これもう、あ、なんかもうビームライフルに見えてきたな、本当にビームライフルなんじゃないか。なんだこいつ、当たらない当たらない、よし、おいよ、やめなさい、おい、エリアに乗るのやめなさい、やめなさい、フィニッシュはしたかった。64キルだけど普通だったらこういう試合は動画にしないが、まあ、今日はいいだろう、そういう趣旨の動画ではないからな。いやー素晴らしいです、アクティビジョンさん、サンライズさん、まあ、とんでもない、今回も素晴らしいクオリティでした。はい、そしてなんかガンダムのイベントがもうすぐ来るっぽいね。あと1日、モビルスーツガンダムレジェンズ、なんかシャーザクがラスボスみたいな書き方されてるけど、これで、2つ目ですかガンダムは。あとラストは、6日に来る RX78 ガンダムが、まあ、僕は本命ですかね。はい、いや非常に楽しみでございます。いや、アムロ行きまーすしたいですね。まあ、ちょっとあんまりこの今アムロあんまりちょっと喋りにくいんだけど、はい、というわけでお疲れ様でした。よかったらチャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いします。バイバイ。Just like that.